皆さんはこの3つのポケットに何を入れてきますか？ほい。なあ、身長差ありすぎ。座高高き人みたいになってる。椅子がないんでね、うん、でもいいじゃん。皆さんこんにちは、ケンです。アミです。はい、今日はですね、サイクルウェアにはまあ大体ポケットが3つついてると思うんですけど、まあ、1日の、まあ、100キロぐらいのロングライドすることが多いので、その時にそのウェアに何を持っていくかっていうのをご紹介したいと思います。でまず1点目がこれ、これお揃いで使ってるんですけど、ゴリックスの防水ポーチになります。でこの中には、濡れたくないものを入れてます。でまず私から、じゃあちょっとこのポーチの中身をご紹介すると、まずスマートフォンをこの中に入れてます。でこれはまあ水を防ぐっていう役割と、あとはもしもこの素のままこう入れて落としたら衝撃で多分ガラス割れちゃうから、まあ、これが干渉となってっていう効果もあると思います。あと鍵、まあ、家の鍵だったり車の鍵、これを入れてます。で、まあ、1日のライド、まあ、大体私はそうですね、現金は、まあ、2000円から3000円ぐらい入れてます。まあ、今時ってさ、あれじゃん、なんかこのねクイックペイとかでお支払いできる時代だから、行ってもしかも、まあ、あまりロードバイク目を離さないんでコンビニとかだし、まあ、コンビニだったらもう絶対クイックペイ使えるから、現金はまあ最悪2000円、まあ、これはもう自販機対策とかで、うん、で、まあ、1000円札とあとはまあ100円玉とかもね、自販機入らんことがあるんでね。ありましたね。あるんで持ってってます。まあこの防水ポーチの中にはまずこんだけ入ってます。ってことはスマホとお金、うん、スマホお金鍵とかそんなの入ってる。マミは、私は、まあ、スマートフォンね。まあスマートフォンね、うん、で現金はだいたい私は5000円ぐらい5000円ぐらい、うん、まあ、あのクレジットカードとかも一緒に携帯してるから、うん、最悪そこで出せる、うん。で、あとは、これはちょっとあれです。ああ、なるほどね、女性用の、いざという女性ならではのいざという時のですね。そうです、まあ、そのね、時に乗る時もあるので、うんうん、まあ、ここ、ね、サイクリスト、男性の方がまだ多いと思うんだけど、うんうん、まあ、女性だと、そういうのも必要になってくると思う、うん、あと持ってった方がいいの、まあ、今ここには入れてないんですけど、うん、まあ、保険証のコピー、身分証明するためのとか、あとは免許証、まあ免許証とか、うん、あとは何だろう、絆創膏とかも入れておくと意外といいかもしれないね。あれも濡れやすいし、うんうん、こっちに、うん、私はかで、あ、ほんでほんもう一個ポーチが、猫ちゃんのポーチをいつも持ってるんですけど、これはハンカチですね。ハンカチ、ちょっと薄めのハンカチをくるくるして。それは何で持ってくの？汗かいたりしたら。ああ、なるほど。やっぱりこう、いや、私なんかもうこうやってサイクルウェイでこうやって拭いちゃうけど、手グローブとか、うん、やっぱちょっと抑えたいし、やっぱ女性っぽいね、うん、だってほらカフェに入ったりするときに、はいはい、うん、顔を出すから、あの乗ってるときってマスクしてることが多いので、うんうん、マスクとサングラスとで全然見えないけど、ちょっとお店に入るときとか。なるほどね、そこは女子ですね、うん、僕は持ってかない。あとはウェットティッシュ。ウェットティッシュ、これちっちゃくて便利で100均の、うんうん、3つぐらいついてたかな、うん、と手は汚れる。あとはコンビニのもう乾燥してるんじゃねえかってこれはちょっともう使えないかもしれないけど、なんかほらチェーンが落ちたとかさ、はいはいはい、作業するときにちょっとオイルがついたりするときがあるから、それの服用に一
応持ってるとあとはリップクリーム。リップクリーム、なんか冬もそうやけどやっぱ唇乾燥する。夏特に日焼けして干からびてすごい大変な思いしたことがあるからいつも持ってるんですけど、これは一応あのライド用にこのポーチにずっと入れてる。あとあと絆創膏、そっちに入れてるね、うん、自分も怪我するし剣も怪我するってことがあるからずっと入れてるのと、あとお薬。あ、薬ね、薬ね。これ頭痛薬。頭痛薬ね。私はあんまり頭痛に急になることはないけど、あ、でも持ってるに越したことはないと思う。痛み止め的なやつは、落車とかしたりとかあるし、うん、女性特有の痛みが来る時もあるし、ケンさんはやっぱり頭痛い時あるし、あるね、あるね、うん、それをね持ってるのと、うん、結構入ってるな、うん、あとは化粧道具。化粧道具、化粧直し。これは試供品 のパウダーですね。なるほど。ファンデーション、なんかやっぱちょっと汗かいて一番乱れるのが肌で、うんうん、汗なんか拭いたりもしちゃうから、一応どっかちょっとおしゃれなカフェに入って写真撮りたい時とかに持ってるのと、アイライナーと、それぐらいかな。これはなんか本当に使わんけど、一応いざという時のために常に持っていくものってことね。そう、これぐらいは絶対持っていく、うん、まあそれプラス、まあ今これで一つのポーチ私埋まって2つぐらい埋まってるのかな、うん、3つあるうちの2つ埋まってると、うんうんうん、あと持っていくものがだってこれ、これね、鍵、鍵、うん、鍵もここに入れたりとかしてますし、うん、あとはこういう補給食を入れたり、これはここにも入るから、前ここに行ってた時あった、まあ、確かにでも汗とかついちゃうから、こういう補給食とかもこうやって口つけてこう飲むもんばっかやから、なんか袋とか入れた方がいいよね、衛生的に。そうで、一緒にこれの上にビニール袋を入れて入れると、うん、終わったやつ捨てる時にそのまま、あ、そうね、ビニール袋を入れてここに入れとけるから、ね、私は何も気にせず入れろ、飲んだらもうクッて入れろ後で洗濯すりゃいいやみたいな。あ、まあね、まあまあ大体こんなもんかな、持っていくのは。うん、私はこんな感じ。うん、あと、まあ、季節の変わり目とか寒い時っていうのはこういうふうにジレね、こうやってコンパクトに折りたためるジレを背中に入れとくと、これも持ってきますと。じゃあ今紹介したやつをちょっと並べてみようか。今映してるのが剣の方の持ち物。もう一度言うと、スマホ、鍵、お金で、その入れるポーチ、鍵、お給食、そして、まあ、時と場合によってジレ。だいたいこんなもんかな、まあ、100キロ未満のライドっていうのは。に対して女の子まあ、いわゆるロードバイク女子っていうのは スマホで、女の子の日の用のやつ、お金、ポーチで、ポーチにの中にはメイク道具だったり、まあ、こういうタオルだったりウェットティッシュだったりと、で補給食、鍵、ジレと、こんな感じでね。ポーチ、ポーチが一番重いから真ん中かな、ね、メイク道具とか。顔出して可愛いな、これ。ここには、まあ、こういう風にジレも入れたり、鍵はどこにいるよね、猫ちゃんとこがまだ余裕あるっちゃあるけど、まあ、鍵もちょっと一番かさばるから真ん中にこう入れたり、で補給食、補給食は猫ちゃんとこに入れたり、まあ、もしくは猫ちゃんの中に無理やり押し込んだり、まあ、大体こんな感じやね。得なんですけど、当然パンク修理キットは、まあ、ツールケースに入れてボトルケージに挿して持ってってます、うん、し、まあ今
ここのウェアにパンパンに入ってるんですけど、もっと荷物あるときはサドルバッグなどを活用して、なんか他にもね、防寒着とか輪行袋とか入れたりっていう風に工夫してます。ただまあ基本的にまあ普段の100キロ未満のまあそうだね、数時間で走りきれるライドだったり、あとはまあ何かあっても保険とか入ってるから最悪なんとでもなるし、まあそういったちょっと距離的にはまあロングライド未満の時は最低限これぐらいは持ってってます。参考になればなと思います。はい、皆さんも他に何かこういうの持ってってるよ、サイクルウェアのポケットにこんなの忍ばせてるよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。